近畿浜の工業60年の歩み、そして未来へ。近畿浜の工業株式会社で働いてるみんな、元気ですか？人生はハッピーですか？近畿浜の工業はみんなが心配することなく安心して眠れる会社を目指しています。近畿浜の工業はみんなが幸せで愛にあふれる笑って働ける会社を目指しています。2018年、近畿浜の工業株式会社創立60周年、ストーリーは未来へと続いていきます。みんな近畿浜のとゴー。近畿浜の工業60年の歩み、そして未来へ、坪地さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして阿形社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。坪地さん、はい、今日はですね、まあ、阿形社長、まあ、人生山あり谷ありと思うんですが、はい、まあ、谷の部分です。谷の部分、うん、もう、はい、あの人間はやっぱりね、ちょっと一こう時にはもう本当に追い詰められたり究極体験があると思うんですが、阿形社長はもう大病をされたと。はい、はい、死にかけました。死にかけたって、はい、なんかさらっとおっしゃいますけど、はい、大変じゃないですかそれ。や、今やから言えるんですよ、はい、今は笑って言える。今やから、今はね。何が起こったんですか社長。じゃあ、39歳、うん、はい、サンキュー、ありがとうございます。はい、働き盛り、その時にね、はい、あの心筋梗塞。はい、心筋梗塞ですか。もう時代はね、その時はね、どういう環境やったか言ったら、はい、あのあれじゃない、震災、神戸の震災ですよ。阪神淡路大震災、その時です、うん、その年に、ね、まあ起きました。まあその震災の後、年ですから、はい、もう忙しくて、もう時間もなくて、うん、とにかく止まったら死ぬ魚のような、うん、もう忙しかったですね。時代的にもそうですよね。周りも混乱してますしね、はい、うん、社長でもどういう状況だったんですか。いや、その時はね、私は営業をしてましたんで、うん、担当の方は四国で富山、うん、で静岡、だいたいそこら辺までずっといっとって、で半年に一回は、九州の方回ってましたんで、うん、ですからその中で、その今までであれば道がつながってるからスッと行けるんですけども、あれは神戸の震災の時はやっぱり工事車両とか入りますから、うん、夜中の12時しか入れない。うですね、ですからそれ以降に移動とかですね。そんなもありましたから。規則ですし、うん、あ、その時は大変ですよ、気持ち的にもね、やっぱりいろんなプレッシャーがありますよね。不眠不休っていう感じですもんね。そうですね。その時は本当に体つらかったのを覚えてます。はい、それがたたって。そうですね。やっぱり無理しちゃいけませんな。うんうん、無理しちゃうん。でそれで、当然その時外を回るんやけど、納期とか間に合えへんかったら、うん、やはり現場の方、仕事の方ね、うん、何か手伝うとか、うん、できることは手伝うとか、うん、で現場が出てきたらやっぱりちょっと、ついてこなあかんので、うん、まあ、そういうようなことをしてましたんでね、うんうん、それがね、まあ、あの悪い方に転んでもったという、うん、はい、どんな状況だったんですか。ちょうど、ね、仕事が終わって帰るときにですね、ちょっと胸が痛くなって車の中で、でそれで、まあ、息が しづらい、まあ、今までそんな体験したことないんですけど、そんな状況です。でそれで、冷や汗というか、もうシャツがもうビジョビジョになるまでね、もう自分でもなんか訳わからない、はい、状態ですよ ね別に走って汗かいてるわけじゃないのに、もうそんな状態で本当にあのね、呼吸するのも辛かったというのと、動きがね、うん、すっと動けないんですよ、うん、自分の体普通に今まで動いてたら、スローモーションですわ、うん、ほんで気は焦ってんねんけど、足はすっと動かないとかね、うん、その気持ちとか意識の方はまだ意識はまだはっきりしてらして、うん、あります。大変な状況ですよね。まあ普通ではなかったですね。でそれで、まあ、結局、まあ、土曜日帰りまして、そので、まあ、遅かったし、でやっぱりね、人間そう固定観念でね、うん、もうその時病院がもう安もう終わってると、うん、ほんで見てくれへんというね、なんかね、なんか
なんか寂しい思いがあるんですよ。なんかそういうふうに思い込んでしまうね。救急電話すると救急だとか救急士があかんと思いますよ。それ怒られるんかな、どうでしょう。それ救急なんですけど、救急じゃないと思う。いやまだしっかりしてるから。あ、大丈夫なんで、今は我慢しとかなあかんね。そうだからね、そういうふうに思いましたね。だから、まあ、病院が開いてから行かなあかんのかなと、で我慢しちゃったわけですか。はい、ほんで行ったんや月曜日、びっくりしましたね。怖いです、もうこれは血圧測ったほとんどないんですよ。血圧がない、血圧まあ低いんですよ、僕はその通りね、こう血圧だったから150ぐらいあったんですけど、ね、それがねもう100ない、上がないんですよ、ほんで大丈夫ですかってね、言われるんですけど、僕は大丈夫です、大丈夫か大丈夫です、言うんですね。でもそれすぐにね、もう立たないでください、車椅子に乗ってくださいって、でそれから今からあの病院にね、搬送します。病院でしょ、そこは病院に来てるんだよ、そこの方で治療施設がないんで、僕はあの関西医大の音釜病院、今は今名前変わりましたけど音釜病院とこに行ったんですけども、そこから滝病院、そこの方が、あの、あ、じゃあなんか専門的なところにすぐ搬送しましょうということで、でそれで来ましたね、でいきなり CCU、集中治療室、集中治療室、はい、でその時もう本当にもう危ない、もうカツカツのとこぐらい、もう皆さん慌ててましたからね。今日会えてないかもわからないという、まあそうですね、ご自身もこれはちょっとひょっとしたら大変じゃないかなっていうのがだんだんとこう分かってきてるような感じですか。いやそうですね、大丈夫と思っていたけれどもあれっていう、いや周りは慌てるんでね、それの対象が私に対して動いてるんで、ですからその時はびっくりするのと、本当びっくりしたっても自分は寝てるしか知らないんで、そんな時辛いですよ。何にもできないほんまに周りで起こってることを、そうす、なお辛いですよ。それがね、その次のシーンではやっぱり会社に対して全く起きるわけですよ、それが、自分は病院の中にいてるし、その当時父親も入院しとったし、あ、お父様、だ中心軸がスポッと抜けたか、中空洞の会社が出来上がるわけですね、どうしようって感じですよね。どういう風になるのかなと、でもどうしようもない、その時の状況と全く一緒ですわ、はい、あの周りにお医者さんがバタバタしてる、で自分はベッドで寝てる、意識が立っても動けない、もう一番辛いですね、それは、はい、でもそういう経験をなさって、まあ、今こうやって元気にねお話をいただいてるということは、まあ、見事な復活をされたということなんですが、やっぱりこうそれまでお元気でいらして、で急にその生きるか死ぬかの思いをなさって、やっぱり考え方っていうのがいろいろお変わりになった部分多いんじゃないですか。それはだいぶ変わりましたですね、というのはその今までその病気な病気らしい病気のあんまりしてなかったし、でいきなり自分がその、まあ、成人病、今でいうそれもあの死ぬ確率が高い病気に今なっていてたんですからね。でその当時ね言われとったがね、退院したら社会復帰ですからね、退院じゃない社会復帰の話なんですよ、まあ、いろんな患者さんもおられて、やっぱりそういうあの病気の方というのは高齢者が非常に多いんで、30代は僕一人やったんですね、まあいないですわ、若いですものね、はい、ヤングですよ、そんだけでも切羽詰まるところまで体追い詰めてしまったということですよね、はい、まあそれで不正性が当たったんやと思いますけどね、今思えばね、でも病院の中でその、まあ、ご自分よりもかなり上の先輩方たくさんお会いになって、やっぱりそのお話をお聞きになったり、そういう方との出会いっていうのがなんか今も影響は受けてらっしゃるんですか。ありますね、どんなところに出てるんですか。まあ本当に高齢者の方でもいろんな職業の方おられます、でその中である方はタクシーの運転手さん、ある方は病院の院長さん、それとか、有名な会社の社長さん、ね、いろんな方おられまして、でそういう方とまあ、一日のうち 何分間は喋ったりするわけですよ、ほんでその中でねやっぱりいろんなその人の、
周り環境のやっぱ垣間見るんですよ。うん、ああ大変大変やと思います。大変な状況もありました。本当その、まあ、心臓の私が病院に入った時に同室の方がねちょっと重たい心臓の病気での方がおられて若い方やったけれども、まあ、そういう方がその手術、まあ、助かるのは心臓移植しかない、そういう方を横にねいてる方がおられまして、そういう方と喋ったりとかですから、本当に生きてるのはほんまにもうどう言ったらいいかね、あのほんま限られた時間いてるんやなというような思いと、まあ、やっぱ大切な時間やなという、生きてるから何でもできることやねんけど、うん、その時間やっぱりもっともっと大切しようなあかんなということと、でそれとそういうふうに病気になったともしっかりねやられてる方もいろんな方おられる、うん、まあそういう面ではねいろんなことを学ぶ機会ができましたです、うん、はい、生きてる節もう数え切れないほどいろんな人生、うん、横で見ましたから、うん、はい、不思議なこう感覚というか、うんうんうん、命の もしくは人生の不可思議さというか、そういうようなこともありますし、まああのまあ、会社の方に立て会社の方で立てればやっぱり会社の、ね、いろんなメンバー従業員とかあるけど、もうみんなやっぱりそれぞれ生活の中でいてるから、うん、まあ、仮に仕事ができんからわー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 言うたところで、うん、縁あっていてるんやから楽しんでやるやと、お前これできることなんやねんと、うん、そういう中でねやっぱり言っていきたいような気はするし、まあ、それが一番いいかなと思いますわ、うん、なんか人に対する見方も変わられたんですかね。そうそう、それはもう変わったように僕は思います、うん、今まではその当時までは本当仕事一辺倒やったし家族を顧みることはなかったかなと思うし、その後にね、ええ、その勝浦旅行に家族旅行行ったんです、うん、あ、お元気になられて、はい、うん、やっぱりその時の海の綺麗さとね、やっぱり今でも覚えてるし、それは良かったなと思いますよ、うん、それはだからそれもそこの方に行けて、うん、みんなで見れるんやから、うん、そうですね、やっぱりご自身がちゃんと一緒に動けなければ、うん、いろんなねその楽しい思いもできないし、はい、頑張ることもできないし、うん、っていうのをなんかこう再確認されたんですか ね、 ね、でも、ね、本当にこう命がっていうところからこうやってまたお仕事に戻られてどんどんやっていかれる、うん、まあ、その従業員の方への見方もちょっと変わったっていうふうにおっしゃいましたけど、うん、何か他にこう例えば社会に対してのこう関わり方であったり、うん、そういうこう活動としてちょっと社長がこう始められたこととか手掛けられたこととか。いや、あのまあ、たまたまね、ええ、たまたまその当時あの、まあ、病院の中の方でねその、まあ、いろんな本を読む機会があって、まあ、それに心打たれた感動したいうような本も、はい、の中でねあの寄付の話とかねそんなのが出てきますし、うん、どちらかにじゃあ寄付をされるという、うん、それそういうことで、まあ、大きい、よく知ってる、まあ、ロックフェラーというね、はい、あのそこの本なんですけども、その分の、あの宝物は小さな手帳やと、うん、なんかそういうのを読んだ時になんか自分の中では心惹かれるもんがあって、うん、でそれで自分もそういうふうにちょっとやってみようかいなと思ってやった、うん、その小さな手帳に何か秘密が、はいはいはい、いやそこの方には書かれてるのはロックウェラー財団、それの大切な宝物は何かと、その小さな手帳であって、その手帳の中には書かれてるのはその寄付の記録なんですよ。うん、それはそれあんまり関心はなかったんですけど、なんかねそこの方に気持ちがね入ってしまうんですよ。で僕はもう何でも思ったらする方なんで、でそれをしてあかんかったらやめようと思って。よくねあれじゃないですか、お金があって余裕ができてやろうと。それ言うてる人やった人おらへんようにも、ああ今やる人は今やるんやと、うん、やる人はね思ったら心動いたらそのやってしまう、うん、あかんかってやめたらええやんの、うん、その無理することはあれ、もうできなくなったらまたやめたらいいと、うん、そうそう、うん、でもやってみる、そうそう、なんか
まあ、陰徳を積むがね、うん、いうことにもなるかもわからんけど、でもそういうふうなことを言うのもそこでちょっと知ったような言葉やったなと思いますね、うん、感じた行動ですわ、うんうん、でやっぱり人はね、いろんなこう生き方もあるし、うん、だからそういうような、ところではこれもね あるんですけど、自分でこいつはこういう人間やと思い込んでね、人を裁くやないんやけど、うん、思い込む行動に取ることってありません？あります、うん、固定観念とか偏見の塊ですもん、僕らなんか ねどうやったら偏見なくなるかな思うけど、なかなかなくなりません。なかなかね、やっぱり思い込みがね、それね、それやったらそんな時ありますやん。あります、ね、だって人間ってそこ深いですもん、うん、その一つ嫌なとこ見たら、うん、そこだけがその人の全てじゃなくて、うんうん、いっぱいいとこもありますもんね、うん、だからそういうふうな、ね、中でもね、やっぱりこうこの人はいろんなことあんねんなと、ほんならもうここも もうちょっと言いたいけど、もうやめとこうと、うん、自分の中でも言葉もうやめとこうと、もうこれで僕言うのは自分の中で勘弁したらばという自分の中でね、ひどいお心で、そういうふうにはちょっとねなったんかなと、なったんかな、もうそんな成人やないか、そんな前絶対できてるとは言えませんけどね、うん、でもそういうような気持ちにねやっぱりなったような気はしますね。人の器が大きならはったんですかね。器は器はね、ご自分ではね分からないかもしれないですけど、周りの方がでもそれはね感じてらっしゃるんじゃないんですかね。まあ本当に、まあ、いろんな人のね出会いの中で、うん、やっぱりこう病気をした後、する前、した後というのは、いろんな今までやったら病気をする前をいうのはどんな人と会ってたか、一時の中で会ってたかとなれば、仕事に関連する人だけですわ。うん、もうビジネス直結。それだけ。はい、でそれでヘドヘドになって、うん、で帰ってきてまた次の日その関係の人に会う。うん、だからそれ以外にするというのはまずない。うん、ご自分ので出会いがないし、はい、そこの方に行きたいと思わないし、うん、ちょっと呼ばれたりするから、うんうんうん、それがありますね、うん、だそんなんだけでいてましたね、うん、ですからそういう面では小さい世界の中にいてたと思います、うんうんうん、ええ、病気をなさった後はいかがですか、その点は、人との付き合い方は。もう多いですね。多いですか、うん、もう本当にいろんな方とね、うん、最近もね、うん、映画監督、うん、映画監督に会うとかね、はい、うん、それとかね、あの女優さんに会うとかね、うん、アナウンサーの人に会うとかね、ラジオに出演をされるとかいろいろね、うん、あの本職以外のところでもどんどんご活躍ね、うん、はい、されてますもんね、はい、今度あの繁盛亭もありますよ、繁盛亭の、はいはい、落語の、はい、あそこの方でもね、あの提灯ね、はい、これはあの工業クラブ、森内工業クラブの方に行っとった時に、有志があのそんな提灯を飾ろうじゃないかということで、うん、それで同じようにやらしてもらって、名前今でも載ってますけどね。そうですか、うん、さあそういうようなこととか、うん、いいですね、なんかねそういうのはやりたいなということで最初思ったりしてますけどね。やっぱりその、まあ、究極、うん、まあ、生と死、この境目に立った、うんうん、でやっぱりそういうことで学んで、うん、人生が深なったという感じなんですかね、うん、僕は良かったと思います。それから病気、まあこういう言い方おかしいかもから、病気はありがたいなと僕は今では思ってます、ええ、さあ今元気で今ここでね喋れてるからそういうふうに思ってるかもわからんけれども、はい、もそれがあったから今喋れてると思いますよ。今日ね打ち合わせで、はい、うん、坪井さんと話してたんですが、正しいという字は一度止まると書く、うん、わけですが、うんうんうん、はい、なかなかこの社会というのは止まらんように止まらないようにできてるので、うんうんうん、ひょっとしたらそうやって止まって、僕はね2回目来てるような気しますわ。あ、なんかそんな気する時あります、だから僕はほんま得な人間だと思いますわ、立ち止まってやっぱり良かったんですよね。だから良かったと思いますよ、間違いなく良かった、はい、ということでね、はい、や病気をして、でもそれで学んだことがたくさんあって間違いなく良かったと締めていただきましたが、そうですね、はい、いかがだったでしょうか、はい、やっぱり一見悪いことが起こった時にああしまったって思うこと多いと思うんですけれども、よく見たら本当にそこにいろんな光があったり次のヒントがあったり、
新たな魅力が発見できたり、それを探す気がある人には見えてくるのかな、やる気のある人にはそういうチャンスが出てくるのかなというのを、なんかすごくお話の中でパワーとともに教えていただいた気がします。はい、まだまだ伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ドラマはこれからも未来へ、近畿浜の いかがでしたか。近畿浜の興行60年の歩み、そして未来へと続く。みんな一緒に世界一幸せに働ける会社を作ろう。あなたの人生もこれからなんだよ。近畿浜のとGO!